るほどなるほど。ああ、世界最大のダイヤが貴賓室についている豪華客船ですね。こういう犯罪を誘うような船は早いとこ日本から出て行ってもらいたいもんだな。え、おお。ここで8件目だぞ。一晩のうちに何件押し込んだんだ。この家も盗まれたものは何もないそうです。犯人を目撃した者はいないようですね。指紋は残っていないのか。見つかりましたが照合してみませんと。そろそろ次の現場をお願いします。まだあるのか中村君。はい。一体何件被害報告が出ているんだ。あと20件ほどですね。20件だと。はい。くそー、チョコボタンの力が来た。バタキャンだ、バタキャンだ、かっこいいな。ねえ、今聞いたんだけどさ、犯人は何にも盗んでないんだって。変な泥棒ね。どこから忍び込んだのかもわからないんだってさ。目的も不明で神出鬼没ってわけだね。割られた窓は小さくてとても人間は入れそうもない。果たして犯人の目的は何か。なんちゃってね。ミステリー小説みたいね。あ、遅刻しちゃう。急ごう。かっこいいな。ほら背中を押さえよ。もうちょっとだけ。犯行現場に指紋を残すとは最近にしては珍しく間抜けな犯人だな。運命警部が睨んだ通り指紋は全て一致しました。そうだろうそうだろう。でその間抜けな犯人は。はい、この人物です。この男はバカめ、これさえあれば逃げられる。アブドル・ダムラル・オムニス・ノムニス・ベリエス・ホリマク。動け、カリアダグモ。アブドル・ダムラル。よし、わかった、もういい。おい、誰か、こっちを連れてけ。動け。確か、文福と言ったな。本名、文福福太郎。金塊強奪未遂で。よし、わかった。奴を早速指名手配だ。と、待っていいよ。こいつは確か、まだ刑務所にいるんじゃないか。昨日強盗事件が起こってな。いや、盗まれたものがないから強盗じゃないか。まあいいか。とにかく現場からお前さんの指紋が発見されたんだ。説明してもらおうか。さあね、俺には関係ねえな。塀の外のことなんか知らねえよ。俺はずっとここにいるんですぜ。知れんでと？知らん切るつもりかい。知らんもんは知らん。警部さん、俺に嘘をつけと言うんですか。嘘つきは泥棒の恥。うるさい。警部、落ち着いてください。おやおや、大丈夫かい。くそ、絶対文福のやつを捕まえてやる。絶対にな。
もうやつは捕まってますよ。ふん、おかしな泥棒が流行ってやんだな。食いねえ食いねえ、チャーシューは特別サービスだぜ。ブン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 。もうシャラクくんったら、ラーメンはおもちゃじゃないのよ。リゲオヤジさん、餃子追加ね。はいよ、ちょっくろ待ってな。え、ここに少し残しておいた餃子が、あれおかしいな。次のニュースです。おとといから起こっている連続強盗未遂事件の犯人の指紋は照合の結果、以前金塊強奪未遂で逮捕された文福福太郎容疑者27歳のものと判明しました。すでに捕まっている犯人の指紋がなぜ犯行現場から発見されたのか。たくおかしな事件だな。前が世間を騒がせてる犯人ってわけか。ってことは文福の仕組んだことだな。親愛なる写楽へ、あんたに頼みがある。どじって捕まっちまったが、牢屋の生活にももう飽きた。あんたの力で俺を助け出してくれ。勝手な野郎だぜ。こんな見え見えの手紙を僕に起こして、文福のやつ何を企んでいるんだ。
乗ってみるのも面白いかもしれない。さて、どんな手で文福を脱出させるか。はなんだ？魚のイケスですよ。とりあえず調べさせてもらうぞ。よし、D。ご苦労様です。突然噴き出した砂のため、刑務所はまるで砂山です。何よこれ。この原因不明の砂騒動で囚人が多数脱走しています。警察は全力を挙げて脱走者の逮捕に当たっていますが、付近の住民の皆さんはお気をつけください。まさか、はあ、こんなことできるのはシャラク君しかいないわ。なるほど、ここの砂を刑務所に移動させたわけか。
マーナ、物質移動メカの一種だ。ここで取り出した砂をそのランチャーで転送したってわけさ。じゃ今までの行動の本当の目的を聞かせてもらおうか。相変わらず鋭いね、あんた。話が早いや。組織のためさ。組織？俺はある世界的な組織の一員でね、優秀な頭脳を探してるんだ。世界的な組織？興味ないね。うさんくさい話だ。それよりグロを使って指紋をばらまいたのはどういうことなんだ？あれか？あれは組織に対しての名誉挽回ってとこかな。前回の金塊強奪でドジったからな。派手に自分を宣伝するためさ。なるほどね。あんたは間違いなく天才だよ。俺はあんたを組織に連れて行きたいと思ってるんだ。くだらないな。あんたならすぐに組織の幹部になれるだろうぜ。他人のために働くなんて嫌なこった。文福、僕をあまり見くびるなよ。いいのかな、俺の誘いを断ればあんたが特別な人間であるということを世間にばらすぜ。なんだと？絆創膏を剥がせば手のつけられない化け物になるってな。本気で言ってるのか？冗談だよシャラック。悪かった、諦めるよ。その代わりこれもらっとくぜ。それじゃバイバイ。なんだあいつ。間に合った。これでタイヤはいただきだ。わあ、今の音は何だ。文福のやつ一人前にランチャーを使いこなしたみたいだ。よし。こいつはいいや。文福のやつどこまでも間抜けな野郎だぜ。ジャラック君、お父さん、やっぱり君が関係してたのね。だな。
走の次は沈没か。なんて忙しい夜なんだ。警察のおっちゃん。おお、少年、君か。ねえ、パトカー乗っけてよ。バカなこと言っちゃいかん。パトカーというものは子供のおもちゃじゃないんだからせ。梅警部。ああ、なんだ。囚人は一人を除いて全員逮捕したそうです。ああそう、それよりモーターボートだ。早く現場に行くぞ。ねえねえ、僕モーターボートでもいいよ。少年、君は何にも分かっとらんのだね。いいかね、パトカーもモーターボートも君を乗せるためにだな。運命警部、モーターボートの用意ができたそうです。ああそう、よし分かった。じゃあ行ってみよう、警察のおっちゃん。ああ、ゴール。アレック君、いい加減にしなさい。地震の直後に現れた奇妙な7本の柱、その柱の中心に遺跡があり、僕たちは内部を調査することになった。誰だ、僕にまとわりついてくるのは。こいつは泥じゃないかよ。次回、三つ目が通る海植物ポルボック編第1話、出現7本の柱、三つ目寺三つ目墳三つ目ワールドでまた会おうぜ。